皆さんこんにちは、こんばんは、ズマスナオトです。今回は埼玉のマオマオの眠れる地図をやっていきます。特急職推奨レベル61、定員地図になります。出現モンスターがメタッピー、ビッグハット、キラービー、タップデビル、ホークブリザード、エビルホーク、キラーリカント、ブラッドソード、ブリザード、ドラゴンキッズ、メガザルロック、ドラゴンメタルになります。装備は心構成に関しては左側に乗ってる感じです。で、今回は闇払う光の体験を使ってやっていきます。サブスキルのギガ空裂弾、敵全体にデイン属性かバギ属性の威力 370% 斬撃ダメージ、メタル系に48を与える。で、意見スキルの伝説の始まりをオンにしてやっていきます。で、置物武器に、小悪魔セティアのロットですね。これのいきなりスキル、ゴスロリ僧侶の祈り、かっこいいよチャッピー、こちら2つをオンにしてやっていきます。で、まああいにくの雨なんですよね。まあこれからの季節、梅雨で雨が多くなると思うんですけど、それでもまあレベリングってやっていくしかないので、まあね、火力は多少落ちるんですけど、それでも周回していきます。で、まあやってみた感想だと、メガザルロックが若干ワンパンで倒せないですね。まあこれが晴れだったらね、ワンパンでいけると思うんですけど、雨の日だとちょっと厳しいですね。会心や攻撃力2段階上がればいけるんですけど、攻撃力1段階だけじゃちょっといけないですね。闇竜の牙は装備してないので今回、まあ晴れでね、闇竜の牙オンにし、闇竜の方向をオンにした状態だったらワンパンでいけると思うんですけど、この状態、雨の状態で闇竜の方向なしだとメガザルロックだけ厳しいかな。まああとはほぼほぼワンパンですね。気持ちいいね。なんでまあ出現モンスター的にはそんなに狩りづらくはないですね。結構狩りやすいと思います。まああとは特急職の推奨レベルは61なので、まあその61っていう低さ的なものもありますね。まあでも61選ぶなら、まあ60でね、ギフミ選んだ方が真珠ポイント効率がいいので、まあギフミの方が良くなってしまうと思います。銀河空裂弾は本当バギ地図、電位地図で使えるので、そこがね、2属性使えるっていうのがかなりいいですよね。ただ自宅狩りでの MP の消費が激しい、重いですね、 MP 消費が。これで今後ね、防具で MP 回復がもっと取れるのが来ればもっといいんですよね。例えば防具で一部位 5% とか 6% MP が回復すれば、それだけでかなり MP 消費が防げるんで、まあ一番はね、やっぱ武器についてた方が一番いいんですけどね。だからカルベロビューと、あとは雷鳴の剣、あとは竜の女王の爪、あそこら辺のやっぱ MP 回復ってかなりいいですよね。
まあ、あとは今後で言ったらデインブレスとか、うん、そういうのも、うん、出てくるとは思うんで、まあ、デインブレスとか出てくればデイン地図にね使えるので、でドラゴンとか忍者の強化も忍者ドラゴンでも使えるので、うん、そうなるとまあそういう忍者とドラゴンのレベリングの時にたあのデインの地図で周回とかもしやすくなるんで、そういう意味でデインのブレスっていうのも来てほしいですね。なかなかねやっぱブレス武器っていうのが一番多分遅れてると思うんですよね、強化的には。うん、まあ闇竜じゃない、なんだ竜の女王の爪、あれでのブレスっていうのが、うん、結構いい武器だったんで、それ考えると次のブレスっていうのもかなりね期待はできるので、うん、そうなるとねやっぱ強いブレス武器っていうのを出してほしいですね。まあ、あメガザルロック出ましたね。これが落とせないんですよね。あれだったら落とせんのかな。まあ気にならない程度ですけどね。他のモンスター普通にワンパンで雨でも倒せてるんで。まあ本当はねカルベロとか雷鳴の剣が周回いいんですけど、今はねやっぱ旬の武器って言ったらこの光の体験だと思うので、できればねその旬な武器で宝の地図を周回っていうのをやりたいと思ってるんで、まあギガ空裂弾っていうのを結構使って周回っていうのはやっていこうと思います。ただね、ほんと MP 消費が重いね、ほんとに。絶対回復するしかないからね。まあ、宝の地図セットして、外狩りで周回っていうのもいいかもしれないですね。だいたい自分自宅狩りで、宝の地図ってやってるんで、今度外狩りで宝の地図周回っていうのもいいかもしれないです。そうすれば MP はほぼほぼ壺で回復できるんで、ドラゴンメタル出ねえな。ドラゴンメタルもワンパンでいけますよね、銀河空裂なんで。で、今回もご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。